Hey guys, it's me, Professor Brilliant. You may know that I don't do any videos about just bugs. I also make Japanese videos and I also make Lego videos. And this is gonna be a Japanese video. So I'm Professor Brilliant, aka Konchu Saikyo-san. So let's go in Japanese. Konnichiwa, minasan, Konchu Saikyo-san desu. Konkai wa Tenodera-soku ni sokusuru 朝鮮カマキリというカマキリを狙おうと思います。あ、今育てている大カマキリはテノデラ族で、あと朝鮮カマキリ見つければ本州のテノデラ族のカマキリがコンプリートで、あと残りはマイモンカマキリを沖縄にいて採取する。でもそれは8月、まだ6月だからね。でも今日絶対見えないと思うけど、ちょっとここにただ見つけるかと思うし、そしてもしかして撒いた時に見えるヒメギスも探せると思います。でも初め採取する前に、初めバダニとかダニにはご注意。はい、じゃあ探していこう。朝鮮カマキリといえばこういう草むら、こういう背丈の低い草原を分布しておって、あと沖縄に住んでいる沖縄オオカマキリ、いわゆればそのマイモンカマキリは同じ高温環境です。だからここに、これ沖縄だったらただ沖縄だったらハブにご注意、本州だったらマダニにはご注意。もう何か言ったぞ。でもカマキリでもこのキリギリスではない。よし、波テントウだ。あ、逃げてしまった。でも本当に波テントいたよ。なんか指の上に変なガが来てしまった。なんで俺の手に乗っているの？飛べないの？どうぞ。よし、じゃあちょっとここから走っていきます。いや、この猫じゃらしよれてアレルギーあつからちょっと早くやる気です。よし、なんとここにいっぱいキリギリス鳴いているんですが、これはそのヒメギス、首キリギスという、あ、首を切って食べるキリギリスで、沖縄には小笠原クビギリスというのがいて、褐色のメスのクビキリギリスってほぼいません。だからチャレンジです。あとアオマツムシもいるだと思います。アオマツムシは外来種でそんなに知らないね。どういうやつに来たか。前回、前の土曜日の日曜日にここに来て昆虫採取したけど、なぜいないかな。キリギリス捕まえました。はい、捕まえました。これでも、これは分かんない種類のキリギリスだけど、これはシナガイ、あと産卵管ついていないから、これはオスだね。じゃあバイバイ。謎の
謎のキリギリス、ミッタ。そうです。俺は無償化好きだから真似をしているんですが、でも、オッタじゃなくてミッタを言います。はい、じゃあちょっと少量バッタも見つけました。ここに増えているね、少量バッタ。でも奥の方は少量バッタは日本で一番大きいと言われているんですが、南方系の沖縄には台湾ツチイナゴといえツチイナゴがいて、それが最大種で、それも8月に出会えるみたい。ここには朝鮮ヶ丘にただ見えなければいけないね。じゃあみんな、ちょっと他の昆虫を見るのを集中をやめて、ただにちゃんとカマキリ、このオオカマキリらしいもっとちっちゃいカマキリを採集するみたい。大型種なのに。ほら見て、これだよ、探したやつだ。ほら、いったー。これは俺が探している朝鮮ガワキリですね。それ朝鮮ガワキリ3回だけしか見たことある。あ、ほら見て、釜の間がオレンジ。ちょっと赤ちゃんだからまだちゃんとオレンジっぽく見えないし、あと何より体が細長いし、オオカマキリよりちっちゃいんですね。本当にこれは朝鮮ガワキリですよ。オオカマキリっていうのは、カマの間が全体が黄色くても、朝鮮カマキリは黒とオレンジ色の半分になっています。あと、もう一つ違いです。あと、もう一つ分かりやすいところに、朝鮮カマキリは、こういうように白い点々が30か40個ぐらいがカマの方にあります。ちょっとオオカマキリに似ていますが、これ本当に朝鮮カマキリなんです。朝鮮カマキリ、ミッタ。よし、よかった。これで本州のテノダラ族のカマキリの探しがコンプリートしました。バイバイ、また今度ね。今度沖縄にいたら最後のテノダラ族を探すからね。